に行くの？さ、出かける。そっか、そんなことになってたんだね。けど、ごめん。僕の店にもエルビーラ様を助けられるような道具は。そっか、やっぱそう都合よくはいかないよね。都合がいいといえば、この世界は都合が良すぎるくらいだけどね。そりゃね、歳も取らず、みんなやりたいことを好きなだけやってられるんだから。すごくいいことだと思うし、エルビーラ様には感謝してもしきれないよ。けど、それと同じくらい、いびつだとも思う。どういうこと？僕の故郷には、世の中のいいことと悪いことは常に等しいって考え方があるんだ。この世界は僕たちにとって都合が良すぎる。それはつまり悪い面を誰かが引き受けてくれてたのかもしれないよ。それがエルビーラ様？他にいるかい？だったら私たちが何とかしなきゃ。そうだね。僕もツテを当たってみるよ。アレットはどうする？私は、エルビーラ様の力になりたい。私の夢がどれだけ力になるかわからないけど。そっか。頑張りなよ、アレット。依頼があるかな。この依頼を。うん、これならすぐに報告できるね。うん、これならすぐに報告できるね。あ、ちょうど持ってるかも。任せたわよ、任せたわよ、よし、任せたわよ、よ、任せたわよ、ソフィーちゃん、よっ、あら、欲張り、よし、これな。どこに行こうかな。そうですか。やはりエルヴィーラは。プラフタ、知ってたの？いえ、知りませんでした。状況から最悪の事態は考えていましたが、私にここでの記憶があれば防げたかもしれない。なぜ私はこんなに大切なことを。プラフタ。町長のせいじゃないわよ。覚えてないものは仕方ないじゃない。そうですよ、今は僕たちにできることをしましょう。そうだよプラフタ、私もまだ諦めてない。エルビーラを助けなきゃ。そうですね、3人ともありがとうございます。まずはエルビーラがどこへ行ったのか探しましょう。この世界のどこかなのか、別の次元の中なのかも分かりませんが、必ず探し出してみせます。調子が戻ったみたいね。それでこそロイテールの町長です。無駄口を叩いてる暇はありませんよ。早速町の者たちに聞き込みを開始してください。はい、任せてください。
それじゃソフィーちゃんも頑張って。エルビーロ様のことよろしくね。ソフィー、あなたもあなたがやれることを。うん、分かってるよ。エルビーロは絶対に助けてみせる。ええ、信じています。頼みましたよ。